館内展示バンコク国立美術館は、太陽国バンコクにある国立美術館。バンコク国立美術館は、太陽国芸術局によって、タイの伝統美術、現代美術の収集と展示のために1977年8月8日に創設された国立美術館。美術館には、タイ美術史上重要な国王や国家芸術家の作品を展示した。 常設展示室と内外の作品を紹介する企画展示室がある。美術館の所在地には、ラーマ1世1世時に、福王の宮殿があったが、ラーマ5世1世時に宮殿を取り壊し、1902年に王室を雇いのイタリア人設計技師、カルロ・アルレグリが、造幣局庁舎を建設。この造幣局庁舎は、イギリス・バーミンガムの工場の設計を模しており、 本館は2階建て、両翼の建物は1階建て。1902年2月4日に落成してから1968年まで使用された。その後、1974年4月19日に財務省から美術局に管理が移り、美術館として改装され、1977年8月8日に美術館として開館。 1978年8月22日には国家歴史建造物に指定された美術館の総床面積は4130平方メートル。館内の施設として常設展示室、企画展示室、オーディトリアム、講義室、図書室、ブックストア兼、ミュージアムショップがある。月1で日本語ガイドもあり、開館時間は9時 -16-00。16 月および、火曜、祝日休館。入館料外国人200バーツ、タイ人30バーツ。制服を着た大学生。そう、聖職者無料。ありがとうございます。